より正しく愛の本質を理解するために愛を表す別の言葉があれば教えてください。これはこの前もお話したんですが、その仏教ではですね、愛というのは2つの種類があります。1つは自己中心の我欲を満たす欲愛ということです。サンスクリット語ではこれはカーマテンハと言います。もう1つはですね、相手の幸福を願い、相手に幸福を与える、これは慈愛とでも訳したらいいと思います。漢訳語では慈悲の慈と訳ます。これはメッタと言われています。で、この違いは先ほど言ったように、自分を愛してして愛している自分、これを満足させるための手段であるのが欲愛ってことですね。まあ例えば異性、これを求めて、そして異性を支配して幸福になりたいっていうのは欲愛ってことだと思います。この場合、相手のことはあまり考えられませんから、その異性との関係は不安定、別離を迎える可能性は多いと思います。慈愛っていうのは相手の幸福をもっぱら考えるということなんで、これは場合によっては自己犠牲を伴う愛ということになりますが、その実践であなたに出された愛は、それは相手からそのうち返ってくる、与えるものは与えられるっていう形での幸福が望めるっていうことになると思います。まあ、こういった形で、自分の利益のためのその愛、欲愛ですね、それと見返りを求めない、他本位の愛、これ慈愛ですね。この2つなんですが、じゃあこの愛という日本語の漢字はですね、どういうものかっていうと、それは多義語だと考えた方がいいと思いますね。これだけ違う2つの概念を愛という言葉の中に押し込めてしまうと、何が愛なのか分かんなくなっちゃうわけです。だからこの愛というのは、簡単に言うとカーマテンハーと、それからメッターのですね、どちらに漢字の愛を当てるかっていうふうに考えた場合、その結局結果としては、翻訳者はカーマテンハ、欲愛の方に愛という言葉を当てたんですね。だから今度メッタ、慈愛の方には愛って言葉が当てられず、慈愛の慈、これを当てるってことになりました。それがその仏教の思想、2つの別の愛をですね、漢語に訳す時の結果だったんです。で、現代の我々は、まあ、そういった仏教の翻訳のプロセスと似通って、この2つの別の心の働き、自己中心の欲愛と他中心の慈愛っていうのをですね、同じ愛として混同しちゃってるんじゃないかと思うんですね、自分の中で。それをこうよく考えないといけません。私は彼を愛してるの、これだけ彼を求めてるのよっていうのは欲愛であって、彼のことを本当に考えている慈愛ではないのに、自分への愛と他への愛っていうのを区別できなくなっちゃってるんですね。自分が好きなものを得ることが、そう、得る対象への愛なんだって錯覚すると、結局相手にとっては息苦しくなってしまって、相手は離れていくっていう。それで自分の方はこんなに彼のことを愛しているのに、それに彼は分かってくれないなんてやってもしょうがない。それで相手に好かれるためには相手のことを考えて、相手が幸福になるようなことを考えないといけないんですけど、相手を求めることが相手の幸福、自分が相手を強く求めることが相手の幸福と錯覚するとなると、この欲愛、自分のための愛と相手のための愛、慈愛っていうのが混同されてしまってるということですね。この混同はですね、非常によく起こるんですが、残念ながら愛という言葉が多義語のごとく、その2つの概念の1つに包み込んでしまっているので、言葉を使っている、愛という言葉を使う中でですね、自分は彼を愛してるって言ってる時に、自分が求めてるのか、相手の幸福を与えようとしてるのか、求めてるのか与えようとしてるのか自体が分かんなくなっちゃってる、そういう場合があると思うので、まあ言葉の使い方としても、愛という一つの言葉っていうのはあんまり良くはないんでしょうね。その2つは分けてその日本語で、使うようにした方がいいのかもしれないが、しかし我々のその今現代のこう言葉の使い方の中では、その2つの別の行為がですね、1つの愛という言葉にで表されてしまうがために、みんなが混同してしまっていると。仏教の用語においては、カーマテンハーとメッターは別の概念ですってことね。